石原愛の皆さん、こんにちは。本日ストリートライブ街頭演説を通してあなたの人生に新たな一歩を踏み出すことができたら、季節が変わるように私たちも新たな一歩を踏み出してみませんか。イエスはあなたを愛しておられます。Thank you.
永遠の神の愛は我々
皆さんこんにちは。コスプレシンガーであり伝道者の神田です。本日あなたに与えられている神の愛、世界のベストセラーである聖書ザ・バイブルがこう語ります。こんにちは。神はその一人をくださったことに、この世を愛してくださった。それは御子を信じる者一人も滅びない永遠の命を得るためです。あなたを愛しておられる神の人、こんにちは。よかったらね、お兄さんたちカードやね、ティッシュ差し上げます。ちょっと3秒ぐらい止まってくれたらね、立ち上げます。お兄さんどうですか、止まってくれたよね今ね。どうぞどうぞ。ありがとう。まあお時間あったらね差し上げたいんですけどね。どうですか、こんにちは。あなたの人生に変わることのない神の愛があるのです。お元気ですか。イエスはあなたを愛しておられます。こんにちは。携帯片手に行き先を検索したり SNS、LINE でメッセージ交換をしている方、あなたの手の中に携帯電話があるように、実はあなたの神の手の中に置かれているのです。愛されています、愛されています。ありがとうございます。この地に生まれてくれた人となった神イエス、この
クリスマスの主人公である。イエスは33歳で十字架にかかって私たちを救うために死なれた。墓に葬られ3日目によみがえった。皆さん、このイエスを心に受け入れ、この方と出会うなら救われます。誰でも、その救いが今日あなたに届きます。心からお祈りをいたします。お元気ですか？本日2回目ですが、西新井の駅、この場所に立たせていただいて、ストリートライブ、また街頭演説をさせていただいております。お兄さん、よかったらティッシュを、またカードを差し上げています。こんにちは。新しく学校入学したんでしょうか？小学校の進級でしょうかね。西新井を通る全ての学生や女性に男性、あなたに永遠の命が注がれますように、心からお祈りしています。あなたに神の愛が注がれますように、心からお祈りしています。こんにちは。イエスはあなたを愛しています。私は東京の新宿から来ます。結構車で遠かったんですよね。まあ、端から端とまで言いませんけどね。東京でもこんな素敵な街があるんだなってことをね。Sara
こんにちは。ありがとうございます。Jesus to Japan、国に愛する。もしそういうお気持ちがあったら、それが目的ではないですか。Jesus to Japan、ありがとうございます。救いやってきた傷ついた、はい、ありがとうございます。両手を引いて、ありがとうございます。深くなりますよ、祈っています。怖さがやめる心に手を差し伸べ、西新井の皆さん、こんにちは。お元気ですか。あなたに永遠の愛をハートにお届けしたい。本日このゴスペルを通してあなたに、 Jesus to Japan、 この国を知る主イエスキリスト、 Jesus to Japan、世界を救いやってきた聖霊の力と愛で、喜び勝利をつかまる、壊されたやめる世界を見つめて進む、このキリストの愛に今心迫られ、神の言葉を心に刻む、このキリストの愛に今心迫られ、十字架につけた
お元気ですか？季節が変わってもう冬に後戻りすることがない桜咲く季節になりました。私たちの人生、この四季、冬が終わり春が来るように、私たちの人生においても新たな季節を迎えませんか？皆さん、どうやったら季節が変わるか。季節を全て司っているお方と出会うこと。2024年前、私たちを愛し救うために神が人となってこられたイエス・キリスト、このイエス・キリストはクリスマスの主人公であり、私たちのために死なれ復活し永遠の命を与えてくださる友、あなたは愛されています。全方からと出会い永遠の命を自分のものにしていただけたら嬉しいです。イエスはあなたを愛しています。慈しみ深い友なるイエスは
よかったらティッシュお配りしてます。一度の人生、どうぞ。私たちを救うために来られた神の一人子イエス・キリストと出会っていただきたい。聖書の頂点エベレスト、ヨハネ3章16節にこう書かれています。神はその一人子をくださったものにあなたを愛して。神とは誰でしょうか。宗教の神々、八百万の神々、これらは人が作り祭り上げた神々です。でも聖書の神は私たち人間を作り、私たち人間を救われる神です。ぜひこの方を聖書はあなたに語っているのです。神はあなたを作られた方、そしてその一人も、なぜその一人も与えられたか。私たち人間は神と共に生きる時に人間なんです。なぜならば私たちの命は神によって作られ、そして永遠に生きることができるように作られた。でもチョキンと切ってしまった、切られてしまった、それが罪なんです。アダムとイブは神を捨て悪魔に従っていった。その結果人は切られ、どうなったか。人間は、まあ、今の時代70から80健康寿命、そして120もなればですね、人はみんなこの世を去っていく。私たちは死ぬ運命になってしまった。それは人間が神との関係を切ってしまったから、それを罪というのです。悪いことをした人に迷惑をかける、そういう次元ではなくて、その根本的に自分を作った神から離れたことを罪と言います。だからその罪から私たちを救い、永遠の命を与えるためにキリストがこの地上に生まれた。2024年前、キリストは33歳で十字架にかかり、墓に葬られ3日目によみがえった。キリストはあなたのために、あなたを救うために十字架で貼り付けになった。墓に葬られた、しかし3日目によみがえった。私たちただ信じるだけで永遠の命を受けられるっていうのはね、キリストが私たちを救うために十字架で死に復活した。今日キリストがあの2000年前起こったことがあなたにも起こる。それはあなたがこの方信じるなら、それをね、信じるだけで救われる、つまりプレゼントなんだ。プレゼントね、いただいたらいいじゃないですか。まあ、もしね、いらなかったら、まあ、いらないということないですけどね、後で返しても遅くはない。皆さん、ぜひキリストの命、永遠の命である救い、今日聖書は神はイエス・キリストを与えた。それはあなたがこれを受け入れるなら永遠の命を得、幸せになり天国に行くことができる。今日心からお勧めします。イエスはあなたの救い主です。イジアライの皆さんにこの方を、この方のメッセージをお伝えするために本日この場所に来させていただきました。イエス・キリストはあなたを愛しています。ぜひこの方をお勧めして、本日の街頭演説を終了いたします。イエス様を信じたら救われます。ありがとうございます。あなたは愛されている、この歌を最後に。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ、君の存在が私にはどれほど
ぜひこの方と出会ってください。ありがとうございます。